にちは、アンドミーです。初めての YouTube 投稿です。今回は2人で京都と大阪に旅行に行ってきました。まずは1日目の京都旅行です。頑張って編集したので最後まで見てください。京都に着きました。着物に着替えたので、これから伏見稲荷大社に行きます。タクシーで伏見稲荷大社に向かいましたが、絶対に電車で行った方が早かったです。イケメンやな。うん、えー